マージャンファンの皆さんこんにちは。フォーカスエム実況の太田裕子です。そして解説は、引き続き渡辺文也プロが務めます。渡辺プロよろしくお願いします。お願いします。それでは対局場の準備ができているようです。フォーカスエムシーズンナイン、百二十六回戦、投敗の開始です。それでは百二十六回戦、座順とともに選手の紹介をしてまいりましょう。まずはちいちゃんに三浦。 なんちゃに大輔。シャーチャに吉野。ペイチャに伊達の並びでスタートしました。や三浦の手配がこちら良さそう。はい、さあ、なんちゃ大好きはマンズで一メンツ。吉野は。ちょっと統一が多いか三統一。ペイチャ伊達はマンズで一メンツ。三浦さんはダブトンが統一なんですけど。はい、今のままだと二球になっちゃいそうなんで。うん、どうしようかなというところですね。 打点をちょっと狙いたいですか。五千八百は採っ欲しいですね。こちらの手はい。うん、大式は先ほど赤ウソを持ってきたところ。うん、はい。打点はでましたてさんはピン伏型になりそうですね。はい。いや先ほどの三浦がトップを決めたということで、うんはい、ちょっとねハイから離れたんですが、はいですね、まだまだ気は抜けないですよ。はい もう一回トップを取って、うん、安心したいところまで逃げたいというふうに思っていそうでしょうかここでトンが出る出て泣ましたねはい泣きました,、ねはい、ましたダブトンをポンしてカンロの受けを払っていきます、うん、さあ親番三浦イーシャンテンです伊達はピンズのメンツがこれでできましたね これで大輔さんはもうペンチーソーがドラのゲータ,ターツが残ってるんでそこがネックですけどめちゃくちゃネックですよね、はい、お伊達はドラ持ってきてこの両面最強ですねさあ,、はい、さあただ三浦が天ン入りました、はい、ウーマンサンマンのシャンポン待ちですおドラ切りも実際ない形になりましたねですねそして吉野もこれでテ天パ,です、ね、テンパカンチーソー待ちです わー一巡間に合ってるここがほんとだ吉野はリーチせずの判断<あ>これでどうしますドラのパーソー切って、はい、スッチーソー待ちでリーチです、はい、これだって3色できちゃいますよ数層、はい、だと3色リーチタイヤをピンフ赤、はい、3色がついたらハネマンですよさあスッチーソー対サンマ万ウーマンどうだ ウーマンは山にありません3万の方がもうありませんねここ、うん、皆さん自分からの町ですねうんそうなったらさすがにいやでも変化があるんでここから両面になる可能性はありますねさあどうなる ?125 回戦吉野は一度も上がってません、はい、吉野さん数層が山に2枚ですかねはいチーソーは多分、えー、っと1枚かな数層で上がりあっ おととでもねもう厳しいんだよ。親もいるし<ー>、ね、さっきドラマ切っちゃいましたもんね。うん、さあ吉野のリーチ、うん、そして親の仕掛けを受けて大輔さんさらっとやんまン押したんですよね。うん これをまあでもリーチきてないからな。そ,ね、それが現場りの町で待ってるとはああこれで対応対応じゃないな。ない、ね、そう引き入れてリーチスー、はい、パーまんまちだったんけど、はい、出ないからもういいやっていうことですいや。まあ現物町で待ってたのに出ないってことは山にあるんじゃないの、うん、という思考でリーチに行きましたね。はい。三浦はどうする？最後の手出しがリャンマン。 リャンマンからのイースオーキティ。三ソはちょっと二人通ってないんでめちゃめちゃ切りにくいですね。ただ、えー、どう回るもしくはどう降りるかっていうのを今考えてますね。うん、もちろん三ソそのまま押すもありますけど、三浦さんはあんま三ソバシーンというタイプには思えないんですよね。ということはどうなるんだ？おー三万のトーリ当たらないところを選びましたね。選びましたね。うパーマン。いや実際パーマンは。 出てもおかしくないないと思ってたんで、はい、吉野には通ってる範囲でしたが、うん、さあウッパーマンとスチソどうなるまあ今は筋なんで切れるとしてはい3層にくっついたら天杯も取れちゃうっていう確かにそこまで見据えての3万落としでしたかうんさすがに天杯は入らず。うん さあ、これが三浦の最後の選択になります。イーマンは吉野さん、あとだ吉野さんには取ってるけど。大輔さんには筋か。うん、先ほどローピンが通ったところ。イーマン、うん e、じゃなくて三ピンにしましたね。はさあ、吉野上がりたい、上がらせてくれ。うーん、上がりには結びつきませんでした。さあ、二人の手が開かれて流局となります。うんうん、大輔。 吉野の二人転配で流局です。三浦さんが切った三ピンを大石、うん、さんチーしてないから、単葉ドラさんだったら三ピンチーズで天配に取るでしょうみたいなのもあったのかな三ピ<ー>はちょっと良かった面白かったです、ね。そういった判断もありましたか。うん、さあ親番が大好きに変わってます。とん二曲一本場ドラはチーピンです。三浦ピンズで一目通。 親番、大好きな手配がこちら吉野は赤赤なんかちょっとみんな悪そうかない<や>っと,ここえと吉野さんがめっちゃ良かったですねよかったですか、はい、見てみましょうそうですね赤<う>赤だそうずで一ンツ、マンズでも一ンツ。伊ては先ほどペンチピンドラが入ったところ さん上がりたいですけどね,ね<ー>そろそろさっきの上がりたすぎるああ皆さんも勝ちが良くなってきますねはい、うん、さあどうなるでしょうかドラがチーピンなので伊達、うん、さんのそうですねピンズが重い部分がピチーピン引いたらそういう 勝負になりそうですねそうですね、うん、もう一枚チーピン持ってきたい、うん、今のところこの形ちょっと遅れてはいるけど、はい、チーピンもう一枚きたら一気に勝負点になるんではいそれ狙いたいですよね、うん、大輔さんは指し子の3ちょっとまで見てますねおお打点これはペン3ピン払いが普通ですねはいねリャンピンの方から切っていきますおお殺そう ペンじゃないんです、ね、なんかペン酸素切るのかなと思ってましたけど、うん、ちょっと意外な選択でしたか、うん、これじゃあ三浦はテンパー入ったらペン酸素リーチも辞さずというそうそういくっていうことだと思いますけどね、はい、さあ数品は残すかどうか数ピン残すと えっと、まあ、カンウーピンという形も残りますからね。はい。ということで、イーピンから切っていきました。お、本当に。おお、差し子になった。いい算定になってますね。はい。いやー、林田さん、そっか。さっきの。チーソーいた時のタイミングで。選択が難しかった。ですねいやー、そうですね。まあ、これなら。あ<ー>、ね、ただ、イーソー、イーソーに握れか。じゃあ、イーソー切ろうということですね。はい 数万からぎりその数万に吉野が声をかけました。うんうん、パーピンを切っていいシャンテンです。四と一目ができましたね。うんうん、さあ誰が来るんだ。はい、吉野これで天杯カンウーピン待ち。はい、これは九ピン九と対応になるんですけど。うんうん。 どうしますキューピンキューピンといきました、うん、タイヤを使ってきましたあとこれの方が安全ですしね、うん、そうですね仕掛けもできるっていうのが大きいですか、はい、三浦三ピンギーを選択おこれで2ャンに勝ったはいリ梁ンウピンマ町に吉の町が広がりました、うん、ちょっと三浦さんは愚形が残ったらリーチには 行かない、順目にはなったと思いますね。うん、そうなんですね。うん、さあ、ドラのチーピン、つもぎった吉野。これは。伊達は、これは鳴かず。ちょっともう。相手の。なんていうんですか、距離感というか、テンは。まあ、入ってそうだなということで。うん。パーピンが多分。あのパーピンは現物か。まあ、他の人にも危ないということで。でしたか。さあ大輔さんも、ンンもう。そうですね。あの。 周りとの安全度も気にしつつの天杯を取りに行く進行になりそうですね。曲は終盤に入っております。うん、さあチーピンこちらドラですが、はい、先ほど吉人がつもぎった範囲です。うん、いやここからは天杯を取りたいですが、はい、取れるか。 ちいは吉野さんには現物だけど親の、えー、大輔さんには泣かれる可能性があるのでこれはやめていきましたね。さあそして両ピン吸収したぞ。うん、大輔さんって結構オスイメージあるんですけど、はい、こういう両ピンのま切らないイメージなんですよね。うんそういえば今回でわかったら三ピンを切るとか筋のと、はい、いうイメージがあるんですよね。まあ今回はまあ天杯が取れないんで現物しか抜いてきました。はい。 さあこれが最終手番となりますさあ吉野手が開かれて吉野の一人天杯で流局となります2局連続流局でスタートいたしましたトーン3局吉野の親番へと移りますさあ次こそ上がりたいドラワペイまずは第1打は何赤が1枚 では、なんだ、これは。まあ、自敗切るか、自敗切らないかですね。うんここは自、自敗切って。はい。きましたね。はい、三浦はシャーチャでシャーが、ドイツ。表示杯なの、ドラムの表示牌なので。うん次出る牌が、最後の牌なので。泣いていきますか。泣くんじゃないですかね。泣かないと、結構、上がりがなさそうに見えちゃうんで。ちょっとスピード感的に、泣かないと無理って感じですか。ーチートイツとか。の天秤がかけられたら、いいんですけど。今回は、メンステー。はい 一本になにかなとい感じですね。はい。さあ、大好き、カンウーマンから積極的に仕掛けていきましたよ。ああカンウーマンから次でしたね。はい。なんか、薬害本社の感動したけど。カンウーマン次でした。<laughs> はい、ねこれ。一通とか、単用とか。ですね。かなり積極的ですね。はい、三浦も三浦で。イーピンの次から入りまして、はい、こちらは一通とかですか。え、シャア。シャアバックか、本一か。一通か。ですねうん。面白いですね。 吉野は気分悪いですよ京卓 2>,、はい、<れ> 2>, 2本っていうのが大きいと思いますね確かにトーン3曲で流曲流曲ときて京卓が二本二、はい、本場となっておりますもう上がるだけ二千六百確保できますもんね、うん、ドラバー伊達、はい、さんが重ねましたねこれでいつだ

がちょっと,ずつ、ねょっとね、距離感測るのが難しいんで、うん、じりじり来てますよ、はい、シャアがいつ出るか、うん、三浦さんはあ三浦さんは本一のジャンシャンテンにはなってるんですよねうーんこれであこれで本一にありましたね、はい さあそしてパーソーをチーして大輔天杯です三郎宗は町ですが牢宗ーーじゃないと役がないので上がれません吉野は赤々になりましたが想定される役が多いのでちょっと何ん,んですか町が読み切れないですねこれはそれは、うん、え大輔も三浦もですかねい,いや、えー、と大輔さんの方ですねほ<う>皆さんは結構でも これで本一に結構見えると思いますね、うん、パーソーパーソーと切られていますまあいつももちろん視野にも入りますけどそ,うです、ね、それだけじゃないかなとチートイツのイーシャンテイになりましたよ伊達の手配、うん、チートイドラドラのイーシャンテイですかはいチャンスですあこれは天敗だ<は>リーチだーリチだようやく来た あなたたち少し黙ってなさいそんなリーチですね、うん、さあ伊達は先ほどチートイツに決めたところなんですよね、はいまあ、現物はいっぱいあるんで、うん、吉野のこれリーチ一数層待ちとは思えなくないですか <laughs> そうです川がいいですねはい。一層ってなんか見た覚えないなあれれあれあ大好きな一通貨だから一枚のか一枚だけっていうことは ザクザク、<ー>ここに来ると。これ無理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 。一発だ、だ吉野のリーチが報われました。リーチ一発ピンフ赤赤。裏が乗りました。一万八千は一万八千六百の上がりを。うん、吉野とうとう上がりを決めました。放銃に回ったのは三浦。これ、供託二本もありますもんね。うん、仕掛けが入るたびに。 松本番が回ってくるんで。確かに、転ンできる確率は上がってましたか。はい、サトン三局、三本場ドラはなん。伊達はピンズがいい形。王女に回った三浦はドラのない一枚、持ってきたところ。大輔は白が統一。親番吉野はイ、e、ーピンがあんこになりました。 三浦さんはちょっと手痛い方珠になってしまいましたが、そうですね。ここからやれることはやっていかないと、本当に敗退になってしまうので。確かに。三浦、はい、さん本一になりそうですね。そうですね。ピンズがすごく多くて、うん、パーソンの統一に手をかけたところです。うん、この後、映ります。ご覧ください。こちらです。三浦さんは二刺しの三色を狙っていますね。お。 からちょっと形が重いので御殿になる展開になることが多そうなの多そうですね、うん、おっとピンズ、はい、押し寄せてきておりますねさあ三浦ローピン持ってきて二刺し作りたいですがどうでしょうちょっとねトの三極自分の親番はあと1回、はい、1> 停滞放獣となりました うどうします？いろいろありますね。いろいろありますよね。なんかしごろにしたいんですけど、はい、ただそうピンズを払っていくと、うん、まあ条件になりやすいですね。と、うん、いうところの天秤でしたね。はい、数ピン切ってきました。うん、下茶のね、打てがピンズやってそうだなとは思いつつのカンウーピン払いでしょうか。一、うんうんうんね、枚切れてる馬脚の悪いウーピンよりも、まあ他の色の、はい まあ行刑を作って上がりに行こうという判断でしたねはいさあスーピンローピンと切って伊達の、えー、仕掛けは入りませんでした、うん、そメンホンチートもあるからローピンはなかなかったということですねはい。さあそして大助は先ほどチートイツのイーシャンテンになってテンパしたら赤ウソも切っていくような構えでしょうか、うん、さあ現在伊達の手番ですおウーピンが入った、うん、赤ウーピンですよイーシャンテン ペイは。一枚切ってるのか。このパーピン。伊達が仕掛けて、天ンとなります。はい、ペイとローピンのシャンポン待ち。うん、ローピン、えっ、ー、と、ペイ、ペイが山に一枚だけですかね。ほう<ウ>。ああ、すぐちゃったよ。これが伊達のほうとなります。えー、ペイは役牌じゃないですもんね。はい、本一赤。 これはテンパにしないですねしないやつで3900は3本場で4800はい伊達が上がりを決めて親番が変わりました伊達の親番本4局ドラは数走。なんちゃ三浦は白髪と一ピンズで一面ツ。大輔は3と一ですかね平茶吉野はちょっときつそうですか ああ誰さんがめちゃめちゃいいですね。赤か,あかあ。皆さんもまあ悪くはない。うん白が統一で仕掛けていきますんですよね。二枚目はする、うん。仕掛けるとジャンとがなくなっちゃうんで。ということは二枚目もするですか、うん？今は泣かないと思います、ね、うん。もちろん泣いていく手もあるんですけど。 他にちゃんと候補ができれば、なく選択も、うんれね、出るでしょうか。大盾が両面できてきそうですね。さあドラがするそなんで、吉野さんもドラドラなんですけどね。いやこれで両面、両面か。どうなるあ、これで ちゃんとが、皆さんできたんで、次は白内っていくと思いますね。はい、お、チート率が済みました。はい、吉野さんも多分チートイツメインかなっていうふうには。多分自身で考えていると思いますね。あ、そうなんですね。うん さあ,あ三浦は三ピンを切って嘘はまだ残すいい待選びですね、うん、ああテンパったはい来ましたよ伊達が数ピンを切ってサブローマン待でリーチですリーチピンフ赤赤ローマンが場に三枚切られて るんですけど、はい、まあみんな使っあんまり使ってないよねということで、そうですね。山、ね、に四枚,枚ですかね。おー一発ちょっと自分でもびっくりした。<laughs> リーチ一発もピンフ赤赤六千オール決めてきました。四、はい、枚目のローマンの方かということで、えーはい、少しやや驚いたでするしね。<laughs> そうですね。そっち来るんだっていう上がりを決めました。<laughs> うん さあ伊達の親番連ンちゃんですドラはい、e、いピンさあちょっと第一だ悩んでますね珍しいピンズで一メンツ2万から切っていきます三浦は数万があんこ大助はソウズで二メンツ吉野も悪くなかったですね リーパイするとちゃんジュンチャンととかかかもあっったたのかダチさんんんんででだらちょ悩いやー三浦さんの手は下の3色とかになればいいなっていう感じですかねただ形が重いな。 いやー、ただ、やっぱ打点作っていかないと、厳しいですもんね。うん、これで三色は、さっきよりは見やすいですね。はい。うん、さあ、打点白。二枚,枚目はポンしていきました。はい、したこれは、攻めるなら、今ですね。うん。やっぱ、二枚目の白ということで、迫力は、そんなにないんで。うん、ええー、小型は、や、若干押しやすいですね。 いつもよりは行きやすいですか。はい、さあちょっと見えないぞ。退<に> <laughs> 会してましたね。<laughs> お。ドラドラになりましたよ。ドラドラのくっつきの医産っていうんですかね。はい。すごいいいですね。大好きが来ますよ。 さあ、伊達はここで赤馬話していきます。うんうん、これはピンズの本一、もしくはチャンタということですね。はい、まあ、本一メインですかね。おお、これは。ドラのい、e、いピンとチーマンのシャンポン待ちでリーチです。ね、チーマン。チーマンの馬強よしということで、即リーチに踏み切りましたね。はい、チーマンが山に一枚のい、e、いピンが山に一枚でしょうか。うん、残り山に二枚。ああ、五点パ。 で、あ,あーリーチ行きましたね。ペンさ万待ちで三浦はリーチです。ペンさ万対イーピンチ今。それ、うん、も見てるだけだと自力になるんで、はい、もうリーチに踏と行きましたね。さあこっちも来たぞパーピン待ちリーチタイヤをピンフ赤。高めはイ、e、ーペイコーです。が、さあ起きるのないんで九ピンとか切るんですかね。うん、パーピン自身で三枚持っています。ね、切きる牌はとりあえずないですね。はい。まあ一応。

結構行かないと思うんですけどね。皆さん。はい、状況がそうさせましたね。さあ、そして、三浦の親番です。チュン、トイツ、ドラはトンです。マンズで一メンツ。チャーから切っていきます。大好きはダブナントイツ、初トイツ。伊達はピンズで二メンツ、はい。いいですね。いいですね。ただ、ここもいいぞ。はい 吉野さんだけ若干落ちるかなというところ他の人は良さげですね伊達さんがメンタンピンドライスとかになりそうですねはいちょっと吉野からね悪すぎてこう役配がなかなか打ち出されることなさそうですよね,、うん、すねただここはハが切られて、ね、大輔のポンが入ります赤グマン切るのかなどうします ?9 ピンの方でした、ま、でもう大輔<ー>インシャンテンですよ あっという間ですよ想像が高そうに見えてチーピンは結構泣きやすそうですね。そうですねち、うん、にのった時にケアしづらいところにはなりそうですね。はい、お親番三浦これじゃいかんと、うん、チュンポンしてきました。うん、あさあ「何が切られたら大好きに天杯入りますが切らない。 これは親,に親の三浦さんに対するケアも込みで二人に泣かれそうなのでということですね遅らせようということでしたねはいさあ三浦も行って進んだぞ三浦はどっかで頭が欲しい<お>伊達もドラのトーンをスッと切っていきましたねスッと切っていいシャンテンですさあ嘘にくっつけたい これはリャンマンを切って三万の頭を固定しました。はい、くっつきの遺産で幅広い形になりました。はい。あ、これ天敗だ。さあ、赤馬を切ったら、大好き天敗ですが、ちょっと考えてますね。いや、切るは切ると思いますけどね。うん、切ってチーピンと何のシャンポンマチで天敗。いや、これ本来なら。はい。伊達さん、親に対し、親の仕掛けがあるところで、ドラウントーン切ってこないんで、はい。 相当手が入ってるっていうふうに。なんか同卓したら見えそうだなと。とめっちゃ来てるよって思いますよね。二、はい、人仕掛けてて、そこに。ションバイのドラのトーンは。でも、手、手が入ってなければ。見合ってないと切るはずがない、うん、はいってことですよね。ねおっと、これで。これは。リーチもありますね。はい。赤嘘きてリーチです、はいはい。スッチーピン待ちですかね。はい、スッチーピン待ちでリーチです。さあ。 どうする、この赤ウ嘘、三浦は泣きたい、泣いた。感想で。これは、でも。枚数で、スーピン切りになりそうだけど。やばいぞ、スーピン切ったら。おあなるほど。っそっか、上がりも見るな、こっちの方がいいでしょうってことですね。<ー>いや、これは。勉強になりますね。はい。また嘘そうう。そうですね。そういうところじゃないんだよと。はい。上がらなきゃダメなんだということですね。あれ、スチーピンめちゃくちゃ減ったんじゃないですか、うん、今の一巡で。 ここに一枚来て、えっと手配に一二三四五六七、山に残り一枚ですかね。いや川に一枚あるから順からカスチピン。全部解消されましたね。あららららら,らそうなると三浦にもチャンスがあるぞ。そうですね。いや降りることはないので。うん。待って、きゅう局時に。 先輩はでできそうですねはいあとは大輔はチーピンが山になくてあとは何が1枚あそこ何はあるのかはいチーマンでどうするかうんここでスースを切って、ね、親の三浦さんの最初手足がウーマンということで親に包丁するのは得策ではないとおおこれ3品泣きましたよ三浦天杯入りました三郎ママチ まだ天敗は取れそうだ、ねですね、そうですねさあ終盤に差し掛かっておりますスチーピン対サブローマン、うん、一応危険の牌を持ってきたときに六万との比較で、えー、選べるということがありますねうん大輔三万掴みましたね、うん 三浦さんの町は結構マンズに見えそうですねはいチンを鳴いてソーズとピンズのターツで鳴いているのでまあ、マンズは残ってそうだなっていうふうに見えますねはい実際街町はサブローマン町サブローマンも結構薄そうですね、うん、さあパーピン切れるかさあこれで選択ですねどっちのほうが通りやすいか うん、もうこれは自分が上がるというよりは天杯を、うんね、安全に取り切りたいという瞬巡ですか、うん、パーピンを切って天杯取り切りましたうん、うん、残り1回三浦もツモがありますかねさあ吉野は丁寧に針を選んで最後こちら三浦のおこれは馬が、はい、通しましたね一部でねはいそして手が開かれて流局となります 伊達と三浦の二人天杯で流局となります。いや三浦さんのその赤ウちした後の、うん、あの天杯取らずが秀逸でしたね。そうですね。光りましたね、うん、選択が。短期天杯取っちゃいそうですね。取りたくなっちゃいますよね。あうん、さあそしてそんな三浦の親番が連チャンしておりますドラムチューン。ドラのチューンが一枚こちら。 大輔はまたダブナン、そいつです。たとえば、白がそいつ、メンツはありません。やっぱりちょっと、三浦は親番で、大きくこの点数、回復したいところ。お、伊達は白、あんこにしました。三浦、いいぞ。二着までは。行かないと。このままでは敗退。いね、うん。 ただこの曲は、まあ最低リーチ単位のリーチが打てそうなので、確かに、もう現在、うん、三浦の手配単位を配だけになってます。これ他の方が三浦さんの多分条件わかってると思うので、はい、三浦さんはこの曲降りないっていうふうに分かっていると、うん、もしかしたら選択が変わってくることもありますか。佐、はい、大輔がダブナンをポン やっぱりその三浦が降りないっていうことになれば自分の手も打点もある程度良くなきゃ生きづらいですか、うん、リーチのみの受けとかのリーチはなさそうですよねはいさあ、吉野ローピンがあんこになって広がりましたよ、うん、三浦は先ほどねカンチーピンが裏目になってしまいました いや早くリーチって言いたいですね言いたいこれは私とかは早くテンパイ入ってくれって焦っちゃうんですけど渡辺さんそういうのなさそうですよねまあいやまあ早くテンパイしてとは思いますけどひょ,ひょとしてますよねまあまあいやまあそんなこともないですけどねそんなことないですか,あ<ー>かいやあダブダンは泣いてるはいか もう大好が泣いたハイですね。はい、大好関数マン入ったこれは嬉しい,いいシャンテン。吉野さんも受けが広がりました。おお。さあ一番乗りは誰だ？これはそうかヤンピン切りが一番広いですね。はい。おお<ー>。どうします？先ほど黒ウーマンは切りましたが、九、はい、万九万が一枚しか消えてないのでこれはカウマンつもぎになりそうです。うん。 現状赤赤なのでテーマ十分ですね確かにもう確保されてますもんね、うん、いやーターチャーの速度感を感じてきました皆さんですねさあもう三段目に入ってますよこれリーチださあ吉野のリーチが入りました待ちは六球1ここにローマン二枚なでさんは この手だったら、多分無理はしないと思いますね。はくはくはくとか、うん、数層からとかなんですか。すね、はい、はくから、行きましたよ。この親にも転廃させないためにも。でしたね。はい。なんかライバルの一発が消えるなら、数層から切ってもいいよっていう。考えもあるんですけど、ここは。徹底的に、三浦さんの連チャンを阻止するために、はくへきましたね。はい。あと一応はくのあんこうとしてのほが。もしかしたら、転廃できる。

そうですね、現物の数ス層ス抜くのは簡単だけど、粘って天敗取りたいよっていう。証拠ですね。うん。その六万が、げリーチにはまあ。チームは取りやすそうだけど。はい。三浦さんになかれるかもしれないということですね。おお、天敗入りましたよ。はい。一発お待ち。気合のリーチですね。はい、気合いリーチ入りました。おお、一発を消しに行く。山に一枚。 ロ球は結構いるんですよね。三枚ぐらい山にいますね。はい、ああここで高めあー高リーチタイヤオツも赤赤裏はありません。二千四千の上がりを決めて見裏はちょっと苦しい展開となりました。二千四千は二千百四千百の上がり。いや今のはちょっとそうですね。皆さんの手はもう早い段階で形が決まってたので。 三浦さんのオリジナルの手配あの手筋というよりは形が決まってたので、はいを引けるかどうかでしたね、今のこは。そうですね。さあ、何の二曲大好きの親番です。ドラは初。うん、大好きなんつもぎって誰かなんといつの人いた気がしたんですが。ね、あいや、三浦さんかなあ。三浦は伊達を作りたいか。ね、数の選択となりました。 親番大好きはカーンウーピン入ってこれは嬉しい。よしのもこれでメンツができました。私、はい、はチュントイツ。チュンはでも二枚入れですね。うん。ただ一旦手の内残しましたね。うん、皆さんはマンズの染めてか国史か素丸こう。 っていうふうに狙ってますねはいちょっともうヤク狙うほかないですか、うん、点数状況的にさあこれでパー切ってコクシモノクスとアデさんは本一に行きましたねはいこうしておくことでまあドラの流派を切らずに安全党をえ担保しつつ手が進められるということでいましたねうん これは悔しくないですもんね。うん、このリャンソウは。あ、全然。リャンソウ、はい。その、二冊の想像と厚かったところで。価値がない。うん、ということで。おお、そして、大好きから。おやりが入りました。マチは六九万。六九、うん、万は。九万が。ゼロ枚。 九万ゼロの六万が四枚ですね。四枚いますか。はい、高めの六万が四枚、ね。一発なんかもあるか。ああうん。う<ー>惜しいですね。惜しいですね。<お>あ、一枚減った。吉野さん、もう六枚引いて、済みました。つか、マンズが高い三浦さんが持ってないんで。そうですね。うん、これは。 いや、感もあるし。ありますよね。あ、ただ自分6万点トップ目か。ああ、確かに。行く必要はあんまりないですか<れ>ただ、量を切って。いいリャンソ層は行ってますね。返してから宝珠より先にこれ宝珠なら、ね。降りないですね <laughs> <laughs> 俺は行くぜっていう。いや、なかなかアグレッシブに見えますけど、ね。はい。いや、マンズのウーマン。 まあ現物ではあるけど、まあウーマン抜いても後続かないでしょっていうことで降りない姿勢ですね。ま実そうか確かウーマン切ったのないもんな切るの。なんかそれでも現物のウーマン抜く人もいそうですけどね。はい。うん、これ選択ですよ。 切れる範囲ないですもんねピンズは一枚も通ってないけど、うん、リャンピン行くああじゃあサブロスソから引いたらチンピンキンってリッチするとかかなもしかしたらありますよ <laughs> あでもその場合はローピンが振り出なのかああ確かにこれ,むずあこれでこれはチンピン来てテンパイでしょ切るとサブロスソですねこれでも切るのかなあれリャンピンは行きましたけど<や>ここでやめるもある いや全然ありますね。ジャンピンとウーマンが通るんで、うん、順目は三段目に入ってます。これでやめだ。中筋のスーツを着て天敗は取りましたね。あそうですね。まあちょっと一旦待ち的にはウソを短期にはなってます。通ってはないんで、これもすごいいい選択ですね。まあ、いいいいかどうかわかんないですけど、面白い強気な選択ですよね。<laughs> いやこのトップ目でこの選択ができるのは相当ハートが強くないとできないと思いますね。いや容子の選択。うん こんなに押すことなかなかできないですからね。ハートの強いところを見せてもらいました。嘘言った。もうちょっとでも。おー。おー積もりましたよ。吉野。いやすごいこれ。スモ三五百の上がりを。 決めて。いや、これ。大好きの。上がれる。上がれる人結構、日本に少ないと思いますよ。よ <laughs> いや。もう、これは吉野ただ一人ということにしましょう。うん、吉野の親番やってまいりました。はい、見たか、俺の上がりを。ドラはパーソーです。ドラのメンツがありましたよ。これがノートの表現か。ノートの表現見してくれました。<laughs> やられた、大好き、何を思う。うん チュンが統一、トンが統一、自敗が多かった、シャアが統一になった、吉野。ノ。ダさんがめちゃめちゃいいですね。はい。いや今のちょっと衝撃的だったな、うん。もしかしたらあのビーストにいる大輔さんをちょっと意識してるかも、ね、<laughs> 確かに。俺だってビーストしてやるぜっていう。うんうん、負け負けてないぜみたいなところはあっましね。はい、いやかっこいい上がりでしたね、うん、今のは。 さあ大イスはチュンが、はい、あんこに先ほどなりましたトイトイが上がりそうですうんお伊てもいいぞ、うん、両面ができて順調に進んでおります三、うんうん、色だうんいや今のもチーマンギーとしましたけど、はいろいろ選択ありました、ね、ありましたよね結構スッと、うん でも結構チーマン切り結構なんかバランス取れてそうですねはいほぼノータイムでしたが、はいうん、いい選択になるでしょうかさあそしてこれでこれどうしようかなまた選択ですね,ですねマンズ払うもあるしギャンピン切るもあるし差し棒を狙うんだったらマンズ残したいけどここは馬切っていきますこれはもう両系両系のいい三点ということでですね、はい、まあ自身まだ親番ありますもんね、うん これはイ、e、ーマンから切ってタンヤを三、ねうん、万の縦重なりも嬉し,、はい、嬉しいということですかだいうですけ、ね、さん自敗がミラさんが固めてたら期待できないんで、はい、あおこれは、まあね、バッチリだってリャンウソマチでリーチですリーチタンヤをピンフ赤高めイーペイコーですよ ああ、リャンウソウ待の伊達。これはいくらなんでも。いくらなんでもいけなかったですね。はい、いやー、マンズ切って言ったのも大正解、うん、そして三万残したのも秀逸でしたね。リャンウソウ、山に五枚ですかね。あらー、そんなにいますか。はい、高めのリャンウソウは二枚。 でも大好ももしかしたら来ちゃうかもしれないですよ。うん、行くならこの曲なんですけど。三安おお。三安できてるのか。はい、数万は中筋でした。トンチュアンコのイーピンとパーマンが統一ですかね。はい。パーマンイーピン持ってきたらもうブルドーザーのごとく行くんじゃないですか。うん、おお<ー>。これは行く。これは行きますね。うん、数安コいいシャンテンですよ。うん ただここで出会そうつもるだってーリーチタイヤオピンフーツモイーペイコ赤裏三千六千の上がりを決めて自身の親番へと移りますよいい上がりを決めましたさあオーラスですはい吉野さんと伊達さんの、うん の今のハネマンツモでドラは急走、はい、かなり縮んだので一気にギュッと縮まりましたよね、うん、さあ赤が一枚ありますミウラはこの手配ヤクマを狙っていきたいところです単ンがすぐ上がれそうなのに、うん、こういうてもっと早く来てくれってなりますよね,ね,よすねあるあるなんですよねさあ伊達は両面が増えたミウラ赤ウピンが入りますが欲しいのはヤクマ 吉野さんは、どう、上がりたいですね、早く。さあ、焦点はやっぱり、こう。うんね、伊達。吉野の争いですか。うん、ああ、これで、役ができた。はい、白が統一。三浦さんが、国士っぽい、まあ、自敗が高い川なので。うん。<各>この点数状況、白一、うん、枚目は。泣きたいところでしょうか泣。泣きますね、これは泣きますね。 白以外でもその何ですかてんびかけられる役があるいいんですけど3色とかただ今回はあ自力断固だこれなら問題ないですおお最高のツモでしたね、うん、かなり理想的なツモと言っていいんじゃないでしょうか、はい、一番欲しい牌でしたねはいあこれああそか3色があるけどまあ別にいらないよってことですね、うん、それよりもスピードと いうところでしょうか。三は急走切って、はい、対応で、もしかけていくんじゃないかなというふうに見えますね。うそうですね、ドアの急走でしたけど、まだ、あ、点よりも上がりやすさで、いきましたね。やっぱりこのトップ争い、まずは。上がりを決めたいところ。あ,あと、上茶の動きも制限したいですね。確かに。ちょっとでもやりづらく、手を狭めてほしい。 そんな思考でしょうか。お、ただ大輔さんがペンチースを引いて。もうマ、ま、ン。ペンチースを引きま。したチーマンが握るということで、えー、カーウーマンを固定していきました。はい。大輔さんが。 そうですね、素点を取りに多分サボらないと思うのでうん、うん、おだっ伊達3ピンの地位からいきました、はい、これでタイヤをこれでジャントもできていいですねさあ両<ん>面になってローソーパーソーかなはい、はい、これでチーピンとウーマンポンもできる形 天敗ペンチーピンでテンパイそして伊達はこのウーをチーして、うん、いいシャンテンです三浦は丁寧に丁寧に、うん、もしかしたら大輔さんのところにチーピンが来た時だけ出るかもしれないですね、はい、あ、これも出る可能性あるうただローピンあーパ,ーパーピン来てるか,おるか助かりましたねはい、振り手になってたので宝珠には至りませんでした 第三、天敗で,できるか。ジャンウーピンが。薄そう。ジャンピンゼロだ。ジャンピンゼロか。ウーピンが二枚いるのか。あ、いや、一枚しかない。そして吉野のチーピンって、これ。山に二枚あります。伊達が二枚、統一で持ってるだけ 2> 2、ね。ここに一枚。残り一枚です。これは急走切るか、ロ労総切るか。あー、労総はもう現物なんで。うん ドラ残せるなら残していくような選択でしたかさあ残り数順です<あ>吉野のチーピンここに一枚これでもう吉野の上がりはありませんお,まおー止ったこれでうれしいですね、はい、さあ大事な選択ですよ四か五どっちが通るかですけどうん。伊達の最終手番となっております 吉野が最後に積もって終局となりますがサブローマにするかそれともシャンポン待ちにするか時間を使って考えて、はい、シャンポン待ちの選択になりました、はい、さあチーピンは先ほど申し上げた通りありません馬もなさそうでしたかねさあ手配が開かれて吉野と伊達の二人転敗で終局となりますまだまだ続きますよ よく電波入れましたね、だってオーラス一本馬です。ドラは9ピン。いや吉野さんはさっきの白くあんこで決めたかったですけど。そうですね。お伊達いいですよ。うん、いいけど。いいけど面前は若干きつそうな気がします、ね、仕掛けたいような手配でしたか。うわ、吉野いいぞ。 スミンしてきたところ。いやタテさん断送数走はポンしたいですけどね。ーああいい。おおもうこのやっぱ上位二人の相撲が半端じゃない。ああお広くなった。<laughs> 広くなりましたね。<laughs> おなんか展開が早いぞ、うん、あすごいすごいゃうローピン引くのは最高ですね吉野、うん、いいシャンテンです吉野、うん、さんは数万はチーしますはいこれでないですよずっと2人とも。 えっ三浦は数アンコウ見えますよ、うん、数アンコウだしドラさんだし <laughs> あこれは三層かウソを切るん、ね、うんウ、はい、を切って2射点これは単葉に E ピン残すとサブロピンあチーピン切るサブロピンだってしたけど単葉、はい、と役があるので E ピンを切ってたようにしましたということは ソーズのシャンプー部分は泣いていきそうですね。うん、あ、これはまあ。裏目といえば裏目ですけど。はい、まあまあまあ。まあじゃないですか。ジャンピンもポンしますね。これ多分全部泣きますね。泣けるのは。さあ、どうなる。ここまでは二人は順調でしたが。先にテンパイが入るのは。どちらなんでしょうか。

寒酸層を地位して寒酸層を待ちうわなんだこりゃ打点を狙うんだったでもこれ寒ですかカンはありますよ打点というかツモ番が欲しいですねそうですねこれは急ピン安寒して新ドラを吐くさあ大輔は急ピン切ってイーソーが三枚山にありますとりあえずあー天敗いったイーソー枚さあこれどうする リーチまで行きました、はい、イスマ町<そ>ああ、あばっかりした、イーソーですねあ欲しかったイーソあ欲しかったイーソー、こっちに、うん、さあ、どうだ三層は山にないですね、はい、あでもこれで町変えられますよ変えられますねはい変えられる変えた二層切って数層短期 イースマンもしかして結構薄いですか。数層、うん、はとりあえずゼロ枚で。数万？イスースマンは。数層がゼロで、おおお？なんだこれ。これ振り点になっちゃいますか。これはカンですね。もうカンカンカン。カンカン <laughs> もう一個カンが入って新ドラがウーマン。そしてハソツモギリ。 はあ、かなり熱い戦い数万は山さんですかねはいこれであ、はい、らりらん馬は振り点だ面白い戦いになっております山に2枚あ どうだただこのシンドラになってるちょっとね順目がはいシンドラの表示灰にもなってましたもんねチュンは万まだ2枚ありますけどあらあ違う1枚か 1>, 1枚表示灰になったかあそうですね2回先輩入ってたけどけどけどですね宝珠になってるから、うん いやこれはスー,スーあでも中筋になってますよスー,ーうんこれスー,ー切るんじゃないかないやいいさすが赤熊切った後のジャンマン切りリ,リーチですよねはい,いこれ一数万は結構入り目かそのまちなんで50%で当たりますね大体まあ50%もないけどさあとりあえずこれはスー,ー切ってあ終わりですねさあ手配が開かれて竜脚となりますまたしても 吉野と伊達の二人転廃です。鈍い位置。鈍い、まあ。本当はその愚形の、なんていうんですか。町の形として愚形とかがあるんで、本当は五十パーじゃないですけど。うんうん。両面、両面とかだったら50、五十パーです。今の質問。いやー、正解選びましたね。うん、伊達の親番連チャンです。日本馬。お、ちょっと難しい。はい、が来ましたね。 どしていくでしょうか仕掛けていった方がうん、そうですよね<お>シしゃ、止まって泣きますよねシャ,うシャアからポンしていきましたこれ,、ね、これでもうポこう,こう面前でそのじっくりやるというよりは、うん、仕掛けて上茶の吉野さんにプレッシャーをかけつつ、うん、進行してた方が結果的にいいことがありそうということですねこんな感じですね、うん、いいピンもポン まずは、こう、役配を何とか、重ねたいところです。いや、ただ、吉野さん、まだ。今なら、切れるということですね。うん。切るなら、今ですね。確かに。その。あ。その番が回ってきてないうちに。さあ、初のポンして、吉野も、発信しました、はい。形が良くなる前に、切りたいですね。相手のですね。ピンズを。 ほほほと思ったら、こっちが来ました。<laughs> あ、待って。あれ、ウーマン一発だよね。ねあ、ねあー、一発だ。<リ>あ<ー>、これは。大好きな上がり、リーチ、一発。ピンフ。裏。あ、裏っていうか。裏か。裏ですね。八千点の上がり、八千は八千六百。いやー、いざ切り順が、そうですね。ペイの方が。その、さっき言った。はい。さんにね。 先に切るべきだったということで、切りましたね。うん、いやー。ということで、ええー、百二十六回戦が終了となります。トップから打点。二着に吉野、悔しそう。三着に大輔。四着に三浦を並びで終了となります。いやー、すごかったい。すごかったですね。っ <laughs> いうか、一発何回出ました。うん、一発とらきでしたよ。 一二三。1> 1吉野さんは多分跳間も2回上がってるはずですね。ああそんなに。うん、あでもそれでそっかトップ取れなかったのはちょっときついですね。はいすねうん、まあ伊達さんも同じくらい上がってたけどね。まあ確かに。はい、いやー125、126回戦と見ていきましたけれどもどうでした。いやーすごい激しい。<laughs> い吉野さんその、はい、すごかったですねこの半ちゃんは。とにかくすごかったです。うん、あのー。 大輔さんのリーチかなあの「さばい」「急走の短期」で積もった曲はははいはい、はい,いやあれは本当にすごいですよねあんなにあんなに押すことあります、うん、しかも自分自身6万点のトップ目で,、うん、で3着目の親のリーチを受けてあれあの押しができるのはいや本当にノトの狂犬ってこういうことかなっていうふましねいや見れましたね狂犬ぶり男性陣が残って、はい。<laughs> どうだったったてていう話してますね、うん、三浦はちょっと大してきつかったですね1回戦125回戦はトップだったんですけれども、うん、ちょっと今回はトップラスという結果で敗退となりそうでしょうかはい成績表出ましたね大輔がえっ、ー、と2着3着でポイント少し減らして2位にポイント、うん、とトータルポイントが 下がったたようなな結果になりましたさあ続きまして、えー、吉野が、えー、4着2着でマイナス減らして、うん、ポイント減らして29位となりました伊達が、えー、3着トップポイント増やしてマイナス45.9ポイントの33位三浦はトップからの大きめのラスで、えー、マイナス 二百七十五点七ポイントという結果になりました。はいということで次回のフォーカス M のご紹介をしてまいりましょう。次回は百二十七回戦、百二十八回戦の模様をお届けしてまいります。対局メンバーが本田智博、猿川正俊、中田孝嘉、白金佐紀の四名で解説が岡崎良太プロ、そして実況が鳩立篤となっております。渡辺プロ本日は ありがとうございました。はい、いしたはい、ということでまた次回のフォーカス・ M でお会いしましょう。それではささよよううななら。さよなら。